最強の痩せるキャベツのレシピお伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。また詳細欄の LINE のリンクから痩せる4つのプレゼント無料で差し上げております。ぜひご登録くださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では1つ目の項目です。なぜということで、今回はなぜ最強の痩せるキャベツなのかというその痩せるポイントについてお伝えしていきますね。こちらです。まず1つ目は腸内環境が整うからなんですよ。もうとにかく痩せるためには腸内環境が整っているかどうかにかかっているわけですね。ですからこの最強の痩せるキャベツレシピをね、この動画の最後にあなたにお伝えしていくんですけれども、そのレシピの食材がもう全て腸内環境を整えるものを使っているからなんですね。そうすることであなたの腸内が痩せ菌と呼ばれるその善玉菌たちのですね、まず種類が増えて、しかも餌をもらえて、いつまでもそこにねいたいなぁ、暮らしたいなぁっていうその効果をですね、こう全てクリアできているのがこの痩せる最強のそのキャベツレシピになるので、ぜひ楽しみにお待ちくださいね。そして2つ目は発酵食品だからなんです。この発酵食品の中に一番痩せ菌たちってね含まれているんですよ。なので日頃からあなたも発酵食品を毎食のお食事にちゃんと取れてるかなってこうチェックするのもとっても大事になります。では3つ目です。食物繊維が豊富だからなんですね。この食物繊維が痩せ菌たちの餌になるわけですよね。いくらあなたの腸内で痩せ菌たちがねいてくれたとしても、ちゃんと餌を与えてあげないといなくなってしまうわけですよね。ですからしっかりと毎回のお食事で食物繊維を取ってあげることが大事なわけです。では4つ目、低脂肪ですね。ここも大事ですよね。良質の、油脂肪はある程度の量は必ず必要なんですけれども、やはり脂肪の摂りすぎは太ってしまいますから、そういったところからもやはり低脂肪のものを選んで召し上がるっていうのも痩せるポイントになりますよね。では2つ目の項目です。何をということで、今回はキャベツをベースに使ったアレンジ、さらに最強に痩せるですねレシピをご紹介するんですけれども、まずキャベツの作り方がね、私まだ知らないっていう方にここでキャベツの作り方ベースをお伝えしますね。実演交えた分かりやすい動画はまた別動画で私ご準備してますので、この動画を見終わった後にさらに詳しく作り方見たいなっていう方はそちらの動画をご参考にしてくださいね。ではまずキャベツの作り方レシピ材料です。キャベツ1/4、そしてリンゴ酢が 100ml、 天然のお塩が1/2だけなんですよ。簡単でしょ。もうたったこれだけで、ね、できちゃうんですよ。そしてこの材料ですね、保存袋に入れて、揉み込んでいくわけなんですけれども、もうお好みで、私はよくキャベツは千切りにしますけれども、よくコメントでご質問いただくのが、先生あのキャベツはざく切りでもいいですかっていうねご質問も結構あります。良いです。で結構ざく切りですとちょっとこうお塩ね揉む時にしっかり揉み込んでいただくっていうのがポイントなのと、あとはやはりざく切りのキャベツになっていることで、こう歯ごたえといいますかね、やっぱ噛み応えが千切りと比べて出てきますから、こう食欲もね満腹中枢を刺激することで抑えやすいというメリットもあると思いますから、ざく切りでも全然 OK ですよ。なので、キャベツはお好みの切り方で刻みます。そこにお塩を揉み込んで、保存袋に、ね、入れていっていくんですけれども、最後にリンゴ酢をよく揉み込んだ後に保存容器に入れて、冷蔵庫で、約2週間ぐらいは持ちますから、ぜひまずベースのこのキャベツを作るというところを下準備してくださいね。では今から今回のレシピに使うその材料たちが持つそれぞれの痩せる効果を詳しくあなたにお伝えしていきます。まずベースのキャベツですよね。
腸内環境が整います。なぜかというと2種類の食物繊維がもう同時に取れちゃうっていう優れものなんですよ。食物繊維といっても種類があります。水に溶けやすい水溶性のものと、もさもさしたごぼうとかさつまいもとか、ああいったこう繊維質がたっぷり含まれているような不溶性のものとあるんですよね。これをやはりバランスよく取るのがとっても大切なんです。なので特に便秘の方というのはこの不溶性ばっかり取ってしまうと、逆にその詰まってしまって便が出にくくなる可能性が高くなってしまいますから、やはりこの水溶性といって、キャベツもそうですし、海藻であったり、ネバネバ食品ですよね、オクラとか山芋とか、そういったものをやはりこうバランスよく取ってあげることが大事ですが、キャベツを取るとその2種類が同時に取れてしまうというね、一度で二度おいしいみたいなね状態になりますから、おすすめなんです。そしてキャベツは低脂肪ですから、脂肪を溜め込みにくくすることもできますし、あと抗酸化作用がとても強いですから、やはりアンチエイジングですよね、老化防止に役立ちます。体のこう錆をね取ってくれるお野菜になりますから、このキャベツのダイエット効果を味方につけると丸なわけです。では続いて使いますのがリンゴ酢になります。お酢の中でも特にリンゴ酢と言いますのはダイエット効果が高いんですよね。まずは脂肪燃焼効果があります。どんどんあなたの脂肪を燃やしてくれるわけです。そして基礎代謝が上がって、結果あなたは脂肪がつきにくくなる、お体にとこう変わることができるんですよね。また血糖値の急上昇もリンゴ酢って抑えてくれるんです。もうこれも大事なんですよ。なぜかというと、太るもと糖質を食べますよね。その時に血糖値が急上昇します。でその急上昇している間に脂肪って一番溜め込むんですよね。では逆に言いますと、その急上昇を抑えてくれるこのリンゴ酢があれば、あなたは脂肪を溜め込む率も減らすことができるということなんです。そしてまだまだ続きますリンゴ酢効果なんですけれども、リンゴ酢というのはお酢の中でも一番この酢酸の働きが強いお酢なんですよね。そのことで腸の蠕動運動、もうとにかく動きが活発になってくれる、結局腸を元気にすることができるんですね。そのことであなたの腸内環境が整って、結果痩せ菌たちが元気になって痩せ体質へとね生まれ変わることができる、きっかけとなってくれるわけなんですよね。でまたお酢というのは満腹感をね得やすいんです。ということはあなたの食欲を自然と抑えてくれることができるんですよね。ですからお食事をとった後、その次のお食事に向かうまでの間のその間食する防止になったりとか、その別にねまだお腹空いてないなっていう効果を得ることができるわけですよ。もうこれはね味方につけた方がいいですよね。そして最後です、むくみ改善効果もあります。なぜかというとカリウムがね豊富に含まれているからなんですよね。やはりどんなに体重が減ったとしても、むくんだ体質のまんまですと痩せたのにこう痩せたねってねやっぱ気づかれにくいですし、もうそもそも自分自身が嫌ですよね。むくんでるってすごく嫌だと思うんですよ。ですから見た目もすっきりする効果を得ることができるのがリンゴ酢なんですよ。そして次に使う材料はこちら、納豆も使います。もう私個人的にも納豆大好きなんですね。もう毎日必ず食べてます。もう欠かすことがないんですよね。もうもちろんご飯にかけて、玄米ご飯ですけれどもかけて食べたりとか、そのお味噌汁の具に入れたりとかですね、もういろんなアレンジするんですけれど もうこの納豆糖というのはもう大豆製品ですよね。しかも発酵してます。でこの発酵してるっていうのがポイントなんですよ。発酵しているっていうだけで、まずはその善玉菌、痩せ菌がねとっても多く含まれているんですね。で一度発酵していますから、消化吸収に負担をかけないんですよね。ですからあなたの腸の仕事量が減るわけです。そしてやはり腸が元気に動くことができるということなんですよね。
でまたイソフラボンが豊富ですよね。このイソフラボンが私たち特に女性にとっては大事なんです。なぜかというと女性ホルモンに似た働きをしてくれるのがこのイソフラボンですよね。で私たちはもう年齢を重ねるとともにこの女性ホルモンの分泌がもうどん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 減っていってるんですよね。もう残念ですがもうこれは仕方がないです。なので女性ホルモンが脂肪燃焼効果を発揮してくれたり悪玉コレステロールを抑えてくれたり代謝を上げてくれたりしてるわけですよね。それが減ってるわけです。なので年齢とともに太るってもうね分かりますよね。もうなるほどなって思います。でもそのままじゃ嫌じゃないですか。なんとかしたい、なんとかしたい時にこの納豆を食べることでイソフラボンが取れる、結果女性ホルモンの働きと似た効果を得ることができるわけですから、私たち女性は毎日納豆を食べましょう、大豆製品食べましょうということですよね。それで次、食物繊維が豊富です。もうとにかく痩せ菌たちが好むものといえば高食物繊維で低糖質、まあ、低脂質なわけですよね。なので納豆を取ることで食物繊維がしっかり取れます。でまた高タンパク質です。痩せるためには食物繊維も大事なんですけれどもこのタンパク質も大事なんですよ。もう体を作るもと、筋肉のもと、まあ、代謝がこのできるもとですからね。とにかくタンパク質は必ずしっかりと食べた方が逆に痩せます。そのためにも納豆はとっても大事です。そして大豆にはオリゴ糖が入ってます。でこのオリゴ糖が何がいいかってこの痩せ菌たちが喜ぶ餌になるんですよね。痩せ菌たちがあなたの腸内で心地よくね、あー気持ちいいって、オリゴ糖来た嬉しいってね、もうどんどん来てって会えましたねっていうね、もうオリゴ糖大好きですからやはりここでオリゴ糖を取ってあげる必要があるんです。そして最後、コレステロール値を下げることができますから、もうこんなにも痩せ効果、健康効果がある納豆はおすすめなんですよ。では最後に使う調味料のお話です。塩麹を使います。お塩、まあ、天然のお塩も丸なんですけれども、私はあなたにおすすめしたいのは塩麹です。でこの塩麹の作り方もきちんと別動画でですね、実演を交えてこう作り方様子が入った動画をご準備してますから、もし手元にですね塩麹がないです私先生っていう方はこの動画を見終わった後に痩せる塩麹の作り方っていう動画を確認してチェックしてみてくださいね。で塩麹がなぜいいかと言いますと、その天然のお塩も良いんですが、発酵した調味料なんですよ。先ほどもお伝えしましたね、発酵しているだけで善玉菌を増やすことができて、しかも消化吸収をその良くしてくれるものですから、もうとってもおすすめなんです。でしかも塩麹はね、酵素がもうたくさん含まれているんですね。酵素ってすごく大事なんですよ、痩せるためには。なぜかというと、まあ、私たちはですね、生まれ持った時に体内に酵素って持ってるんです。これがですね、先ほどの女性ホルモンと同じ、年を重ねると酵素がないもう空っぽに近いみたいな、ね、そんな状態になっていくわけですよね。だから外から食事から補ってあげる必要があるんです。なので赤ちゃんが一番ね酵素持ってるんですよ。生まれたてですからね、もううるっぷるですよね。私たちも諦めずにそこはね食べ物で手に入れていきましょうということですよね。もうそうすると体がキャンプルプルのもときたってなるわけですよ。 もっと取ってってなるわけですよね。ですから酵素を多く含む塩麹に調味料を置き換えるだけであなたは若返ることができる、まあ、健康になることもできるということなんですよね。でそもそもこの酵素がないと食べたものを代謝することができない、まあエネルギーにその置き換えることができないということですから、私たち人間は酵素がないと死んでしまうんですよ。なので酵素ってすっごく大事ですし、傷んだ細胞や筋肉を修復する時もこの酵素がないといけないわけですよ。なのでその食べることに代謝ばっかりに酵素を使ってしまって、修復する方にですね
酵素を使えなくなってしまうとどうなるかというと、なかなか腰痛が治らないとか、寝ても寝ても疲れが取れないとか、もうとにかく翌朝目が覚めてももうすでに疲れてますみたいなね、そんな方はその食べ過ぎてらっしゃることで酵素を無駄遣いした結果、体を修復する方に使えてないからなんですよね。そういった点でもやはり酵素を取ることはとっても大事です。そして最後、オリゴ糖を作ることができるということで、このオリゴ糖がね、痩せ菌たちが喜ぶ餌ですから、しっかりと塩麹を使ってあげることで、あなたも痩せ菌たちに餌を与えてあげることができるんですよ。ではここから最後の項目3番目です。どのようにということで、今回はもう最強にですね、痩せるスキャベツのアレンジレシピをあなたにお伝えしていきます。もう私もこのレシピ大好きで、もう私のね家族もみんな好きなんですけれども、もうこのレシピですね、スキャベツ納豆になるんですけれども、まあ、これ単品でおかずとしてもそのまんま食べてもめっちゃくちゃ美味しいんですが、もちろんお米やまたオートミールのトッピングとして召し上がっていただいてもいいですし、このまんまお味噌汁の具としてもね、パーンってね入れてしまっても全然 OK です。もうとにかくだしとお味噌を溶いた中にこのスキャベツ納豆入れるだけで、もう美味しい美味しい痩せる味噌汁になりますから、ぜひ試しに作ってみてくださいね。では材料です。1人分です。スキャベツを2分の1カップ、そして納豆、まあ、できればですね遺伝子組み換えではない国産大豆の良い納豆を選んでください。を1パックです。でここで私は、まあ、よくあるその他のレシピでこの納豆に添付してあるタレをね、そのままこうバーッとね使うレシピ、あのご紹介している方もいらっしゃるんですけれども、私はあなたに健康的で綺麗に痩せていただきたいので、その添付したタレはもうごめんなさいなんですが使いません。なぜかというと化学調味料が入ってるからなんですよ。もうここはぜひチェックしてください。もちろん入っていないね良質の納豆のタレをその使ってくれていらっしゃる業者さんもいらっしゃるかもしれないんですけれども、見極めるポイントはそのタレが書いてある原材料に調味料かっこアミノ酸などと書いてあったら、それが実は化学調味料なんです。残念ながら、まああの美味しくねするために使っているわけです。でもそれを取ってしまってはダメです。太ってしまいます。なのでそういった化学調味料が入っているタレは使わずに、あなたはこの塩麹を使ってくださいね。とっても美味しいです。塩麹を大さじ1/2、そしてごま油を小さじ1/2使います。で作り方は簡単です。この材料を混ぜるだけなんですが、まあ、色手順とかですね、この分量の目安をあなたにお伝えしたいので、この後私がですね実演の動画をご準備しておりますので、まずはそちらの動画をご覧ください。どうぞ。
いかがだったでしょうか。今回あなたにお伝えしたレシピはもう最強の組み合わせの痩せる腸活レシピをお伝えしています。スキャベツと納豆と塩麹です。もう発酵食品だらけ、食物繊維だらけ、しかもタンパク質や女性ホルモンに似た働きを取ることができて酵素まで取れてしまいます。これはもう一度でいくつ美味しいメリットがありますかっていうね、もうあなたにもうおすすめのレシピですから、もう今すぐ作ってみてくださいね。でまたお味であったり、先生こんな風食べてみたらもうすごく美味しかったとかね、ぜひコメント欄にあなたのご感想をお聞かせください。 LINE でも OK ですよ。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。